とっても癒される声で、良くなる方向をしっかり一緒に考えてくれる優しい女性。けど、優しいだけじゃなくて、今すべきこともしっかり教えてくれます。なんとも言えないチャーミングな占いを、ぜひご覧くださいませ。じゃあ今日は何を見たらいいですか？仕事を。仕事のこと。はい。はい、仕事はどういうふうな感じで見たらいいですかね、まあ、これからですね、うんうん、どうなっていくか、どういうふうになる、うん、まずうまくやっていけるのかどうかっていうバーンって出していいのかな、それから細かく出していくっていう形をしているいいですか、はい、はい、じゃあちょっと始めさせてもらいますね、これは何て言っていいかな、こう自分自身がずっとやっていく子とかっていうふうに思ってたお仕事ですか？あ、やりたいなとは思ってた。なんか結構まあ、パッて浮かんだとかっていうよりはなんか実質的なものが関わってるって言ったらあれやけど、なんとなくあれじゃないですか、そっちの方向を考えたわけじゃないけど、自然にそっちの方向のイメージが浮かんできたとかみたいな感じだとは思うんですけど、やっぱりまだちょっと 2,3 ヶ月はなんて手探りみたいな感じはあると思います。自分の自信ってなってくるのに、やっぱり今か 2,3 ヶ月後っていうのはかかってくるかなと思うんですよ。でそれが、まあ、人からとかなんか形としてちゃんと出来上がってくると、しっくりくるんかなっていうふうに思うんですよ。で今の状態っていうのはやっぱり人と関わっていったりとか、何でもこう自分でしていかなあかんっていうので、この動きでいいんかとかの迷いがあったり、時には一歩出過ぎたりとかみたいな、その加減がちょっとねご自身が難しいかなって思うんですよ、うん、いや本当にその通りです。でなんでって言ったら、支えとしてどっかの軸の中に、心の中にずっとこれは自分がやっていける仕事やって思ってやってもらったら大丈夫だと思う。今ね何って言ったら自信っていうことだけなんですよ、ご自身の中で。うん、もう分かんないし、こうバーってなってるような感じで、でそれをつなげてくれてるのが、なんか結局はやるようにそういう風になってて、そういう時期に来てやってはるっていうことだけは分かっといてもらったらいいかなっていうふうに思います。なるほど、うん、はい、信じてやっていけば、うん、そうですね、信じて、まずそれだと思います。何がとかっていうよりは、どっちかっていうとこうあまりの手探り状態だったりとか、自分自身が運転して走ってるような状態なんで、だからその時にそれをこう支えてくれる人だったりとか、これでいいのかと思う時に何かご相談するとかっていう風な方とかはいらっしゃったら、はい、いいと思うんですけど、うん、でなんか仕事とかで他にこういう風なこととかっていうのあります？でなんか仕事とかで他にこういう風なこととかっていうのあります？生きていけるというか、収益になっていくには時間かかるなっていう風には感じてて、でそのこのままで大丈夫なのだろうかっていう不安と、まあそのモチベーションの部分との折り合いがどうつけていったらいいのかなという。ただお金お金ってなってこう、うん、ブレるのは嫌だなっていうのがすごいあって、うんうん、やっぱり意識的には今ちゃんとなんていうのかな、こう自分が動きました、それによってこう見る お金ってあるじゃないですか、うん、そこのバランスが取れてないことと、うん、今はどちらかって言ったらもう一つ何かされてるとかはないの？そうしてます、してます。やっぱりそこのところでそれをいつまでしてなあかんのかとかねなんかそういうのに頭いっぱいになってはる気がするんですよ。その通りです、うん、で自分の中ではある確固たるここはあるんですよ、はい、でもそこってこのそこに行くまでのモヤモヤしたものって見えないじゃないですか、うんうん、それがやっぱりなんて収益としてっていうのが唯一見えるものになってくるじゃないですか、はいはい、言葉は多分あいいことしてるねとかっていう言葉で支えてはもらってると思うねんけど、まあ、自分の中ではいつまでこう一本でやっていくのがいつ頃なんかなとかっていうのは今の一番 の、 ね、思いかなと思います。一本化した方がいいのか、それともやっぱりこう余裕も出てくるんで、両構えでしばらくは今ってどっち、やり方っていうのをこう何本か考えてるっていうのある？今のこの仕事に関してどういうふうにしていこうとかみたいな方向性、そうですね、一応一つ書
はい、今までとちょっと違う形をっていうふうには出てくるんですよ、うん、ちょっともう今のやつに少し何か形を取り入れてっていうのを7月ぐらいか考えないといけないかなと思います。なるほど、うん、でなんかこうやる前に頭で考えすぎてるとこってありますか？なんかね、こういろいろなこと考えて頭でやっててんけど体が動いてないみたいな感じになってるんですよ。なんかやらんといいのか悪いのか分かんないねんけど、ね、うん、シミュレーションすごいしてはる感じなんで、まず動いてみることも大事なのかなっていうふうに思うんですよね、うん、動いてみるっていう我慢してるって言った方が近いかな、なんか、うん、うん、かもっと本当は肩のはまってないようなことをしたいねんけど、なんかある意味肩にはめてる無理にそんな感じかな、そういう感じですね。それになんか自分がなんか合わせてるようなところがあってしっくりきてないのかなっていうふうに思うんですよ。そこをちょっと変えたら進みやすなんのんちゃうかなって、はい、で言うこととかも抑えてしまいきってるところとかね、だから陽子さんのこう色っていうのがあの見えにくくなっていくんかなとか、めっちゃ我慢してるとこはいっぱいあるかもしれない、うん、これやっぱり人とこう私らでもそうですけどお会いするじゃないですか、うん、そしてある程度こう抑えた加減とか、うん、あの言葉もね選んだりとかってあると思うんですけど、うんうん、かその中で陽子さんの自身をもうちょっと出してもいいん違うかなって。本当ですか？ちょっとしんどそうな感じがする、そこの人との関わりとか、そうですね、うん、何かこう今持ってるものをね全部っていうのを、うんうん、うん、なんかこう一生懸命こう全部持たなあかんみたいな、やらなあかんみたいな意識が強いような気がして、好きなようにやっちゃってもいいみたいな感じですか？やっていいと思います。あ、本当ですか、うん、でそれってやっぱり何かこうこうした方がいいよって言われてないですか、誰か近くの人間とかに。あ、言われてますね、うん、そっちの方を信じてくださいっていう感じ、うん、あなたを見てこうした方がいいんじゃないのみたいなことを助言してくれる人いてるみたいなんですよ、はいはい、ただそれが自分にとっていいのか、仕事だから我慢しなあかんのちゃうかとかっていうところで迷ってはんのかなと思うんですけど、やっていいっていう感じなんで、うん、やっぱり落ち着いてくるのって9月ぐらいからかなと思う、うん、それまでは、まあ、頑張り時というか頑張りどころですよね、うん、形が見えてくるとか何か一つのものがちゃんと形になってくるのっていうのはそれぐらいかな。さっきも結局ちょっと動くまで 2,3 ヶ月ってとこだったんで、うん、大体同じぐらいになってくるかなと思うんですけど、うん、すごい繊細な感じするんですねそういうタイミングかもしれない。うん、だからなんか結構こうあの見た感じが典型っぽい感じするじゃないですかだからこうわーって動きがあるのかなと思ったら、はいはい、意外と動くよ止めてはって、で今なんかこう揺れ動く感じの方がすごく出てるんですよね、気分がね。それとか人のなんかこう自分の思いはあんねんけどなかなかそれをちゃんと形に見せられへんっていうところの苛立ちって言ったらいいかな、なんかそういうのがあるからちょっと何か形が見えてきて落ち着いてくると自分自身が動きやすくなるって、うん、で、これをやっててあともうちょっと自分でこうしていかなあかんなっていうことも出てきてないですかね、はい、あ、出てきてます ね、それの時間も必要なんですよ、うん、なるほど。長い目で見るとやっていけると思いますよ。やっていけますか、うん、ね、うん、結局自分の中で安定してくるのは1年と思ってください。あ、うん、今から1年、うん、あ、うん、って感じです。だいたいそんな感じです。そんぐらいのイメージですね、うん、で1年って思ったよりは早い、思ったより早いと思います。でその時っていうのは自分の心とこう行動も全部こう動けるような感じになってるので、うん、1年ぐらいっていうのでちょうどいいと思います。収入も安定してきてますね、うん、安定してきてちょっとどうやるな、結構で、ね、収入っていうのをどういうふうにけあのこれで見る限りではすごい気にしてはるところはあるけど、はいはい、自分の中でだいたい8割ぐらいいいかなって思うところでちょうど、あ、自分では OK を出してあげてください。あ、はい、うん、なるほど。意外と
ある意味慎重なんですよ、このお金のことに関して。だから自分が結構思ってるより枠が広く取ってはるような感じするんですよ、はい、あの厳しいというか、はい、もうちょっとざっくりどんぶり勘定にしないとしんどくなる、そっちです。なんか今って自分の何か言うとかどうのっていうのもあるんだけど、全部それがあの最終的に自分の収入面のこととかのことでなんかこう止まってしまってるような感じがするんですよね、はいはい、あのそれが良くなるやったら我慢するしみたいな軸がそこになってるから、はいはいはい、ちょっとやっぱり独立するとそこのところっていうのは自分の考えと計算が合ってこないことが多々あるの で、ね、多分合ってきてないんやと思うねん ね、 ね、だからあのしんどいなと思ってはると思うんですけど、やっぱりコインの、 あのカードがよく出てるんで現実的にあのそこはね気になるとは思うんですけど、まず楽しいかどうかっていうのを考えてやっていてください。はい、そう思います、うん、最初の自分のこれをやろうと思った時の気持ちに戻すっていうのが大事だと思うんですよ、うん、そうですね、うん、でさっきもどっちかってこれってずっとこれからやっていけるっていうかこう時期が来てきてるって話したと思うんですけど、はいはい、なんかそういう気持ちが今大事なような気がします。うん、そうですね、もうちょっとどんぶり感情、うん、はい、ちょっとざっくりしていいかなと、ざっくりしていいかなと思います。うん、そうな感じですね、うん、はい、あの妻になるっていうより、はい、パートナー的な方が好きな方なんですかねと思うんですよね。なんか今は実際のとこいつって言うたらちょっと遠いですやっぱりね、なんていうの、奥さんになるっていう意識の方がないっていう感じなんですよ、うん、で今やっぱりね違うことに気がいってるから、うん、なかなか結婚って出してもなんかそこの兼ね合いの方を先考えるんですよだからそこが変わってこないとちょっとそういう気分になりはれへんのかなとは思うんですよね。もうちょっと先ってことですね、うん、先ですね。やっぱりその後って出していってもやっぱりその後仕事のことでもうちょっとこうなんていうのかな、自分があのもっと広げていきたいことっていうのを今度勉強していきたいしとかっていうで変わっていきはるから、うん、結婚もう少し先だ